チのトシショー。はい、こんにちは、こんにちは。連休のね、最終日ですか、暦通りで言うと、はい、そんな中ね、この時間にニコニコをつけて見てくださるっていう、はい、はい、ありがとうございま す, います本日も。はい、そんなわけでございましてね、今回お邪魔しているのは、まあ、1ヶ月に1回ぐらいのペースで来させてもらっておりますダイエ高崎店さんでございま す, そうです、ね、群馬県高崎インターを前橋方面に降りてすぐパチンコ480台パチスロ200台の店でございまして、駐車場は なんと640台も完備ということで、ぜひとも遊びに来てください。僕らがお店着いたのが2時そうですね過ぎ2時半頃かな。まあ、もちろんね、定価仕入れもそうなんですけども、はい、20円スロットの方もね、はい、動いてるだけでなく絆の、うん、これ6じゃねみたいな台が ね、早くもあってぶん回されてたりもしますけれども、はい、はい、そんなわけでございまして、こちらのどっちの投資賞なんですけれども、まあ、どんな番組かちょっと1ヶ月ぶりなんでね、再度説明させてもらいますと、まあ、とてもいびつな乗り打ち実践と、まあ、基本は乗り打ちなんですけど、何がいびつかっていうところをご説明させてもらいますと、これから2択のカードがあります。天使カードかドクロカードかなんですけれども、ドクロカードを引いた方がその日の投資を全担当します。勝ったらもちろん乗り打ちなんで山分けしますけれども、負けたら1人だけが食らうっていうね、まあ、そこら辺でこういびつな乗り打ち実践という言葉を使わせてもらってるんですけれども、はい、起きてねえ、よく喋る一般の方だなって起きて、はいいうようなことでございますのでね、番組ページに誰が何回投資を担当して、はい、収支がどんなもんかっていうのも、ね、公開させてもらってますけど、僕とマリアさんの投資回数実は同じになったんだよ。あ、そうなんだよね。でもプラスが、うん、超ある。だから結局自分が投資の時にマリアさんは負けない、俺は超負けるっていうんで、うんうん、すごい差が出ちゃってるっていう。そうなんだよね、感じでございますよ。あ、不正は見守ります。 OKOKOK 大丈夫ですよ、はい、はい。まあ、とはいえね、勝ちを目指すっていうのは変わりませんので、そんな後ろ向きなことばっか考えてられませんのでね、はい、本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。いうような感じでございます。マリアさん引いていいよ。わーい、任せる。お願いします。前回ってあれだっけ、西小山でサインこれ打った時ですよね。あん時勝ったんじゃん。あの時は、いや俺なんかどころ、今教えてたでしょで、不正、不正や今俺が気づかないところでチラッて見せてきたよバリさんがチラッて、おかしいだろ、どう考えても私に見せてきましたびっくりした今いきますまあ、まあ、任せるよ、マリアさんの好きな方。クロスはじゃあやめます。ストレート、今日はストレートで。じゃあ僕こっちね。はい、じゃあそれでは本日の投資を決める、はい、今2択のカードが引かれましたのでオープンしたいと思います。怖い、本日の投資2位はどっち。せーの、ドン。あれあれこういう日マジで私どうしちゃったの。スタッパで消えた。あ、本当だ。あれチャンリプでボーナス重複する。なんか超熱そうじゃない？え？なんか熱そうだね。いやいやいや、それでこれかよ。大丈夫かよ。逆に熱いとかないの？いや、これでもう金否定して、で青も滑ってこなかったから青否定でしょ。赤が転敗しなかったらない。ない。あ、ああ。これはあるかな？チャンリップ 2.5% だぞ。はい、イエイ！赤だ。え？1000円！楽しそうで何より。
そこで飛ばせないんだ。まあ、ちなみにあれですよ、ミスターが鼻水を詰めてるのは鼻水が垂れてくるからなんで、はい、すいません。わかる、サラッサラのやつ。うん、わかる、しょうがないと思います。それはいや、正しい放題でいいんだったら別にそっち取るんだけど。なんだこの出目は。何狙った。あ、なんかこぼしたかもしれないな。これで僕の台が7回目のテラフォーマーチャンス。7回目。だ結局多分この広角っぽいところで引けてないとかっていうタイミングとかもあるだろうから、あとレイアップを引けてないっていうね。とか私あんまり引けてないからボーナスあんまりボーナスに繋がってないですね。だよね。あ、難しいんですね。だから当たるときってなんかトコトンまでやってくるのよ、うん、はいはいはい。だから分かりやすいですよね。なるほどね。これコーナーだよね、テラフォーマーちゃん、はい、直撃するときってあるんですか。え、ART? うん、マーズラス直撃は多分ないと思います。あ、ないですね。絶対これを経由するんですか。青7、多分僕は赤かな。はい、投資が9K で545ゲームです。どうしましょうか。じゃあ私がそれ、これ。じゃあ俺はこれにする。うん、はい、いけそうなやつにします。ありがとうございます。パチパチ。あ、マリア777ゲーム以上のコーナーは ART。 あ、本当に。まあ、でも当たってもよかった。いや、苦しいと思う。あ、苦しい、そこまで持ってかれると。ボナの色で ART の途中の位置は変わらないんですけど、なんかグーキとかそういうところに設定差があると。激アツ、激アツ。あ、本当だ、激アツですよこれは。あー、やったやったー。これで ART で僕が投資ちょうど 10プッシュ。お、ありがとうございます、はい、わあ、やったー。よしよしよし。ね、チャンリップ天井資産はね ART 終了画面だと思う。え、ボナ終了画面ART だよ。そらそら、汚い天然様ってやめなさい。僕の投資が10プッシュです。なんか私は何事もなく終わっちゃいそうなんですけど、これって完全告知ですよね。レアが大事なよ。だから、あー、レアか。下からレバー。現在19系投手でティッシュが初 ART。 おい、誰がティッシュオーバーにしてる運営は。ティッシュってあの、ね、言うてティッシュなんて顔の、マリアさん顔のここだけですよ。なんでここに名前おかしいですよ。ティッシュってあだ名やばい。あー、ダメでしたね。かわいそう。てか、あの、順調にすぐ水っぽくなるんですよ、はい、もう全体が。マジかよ。あ、でもだいぶ鼻通り良くなったかな。あ、本当？俺の
か俺だいぶ戻るかも。もう兄の方に絞っていいんじゃないって言われてるけど、そうするマリアさん。え、この台からこっちに移ったんだ。この台から移ったんだ、マリアさんだよ。そうだよね。はい、わー、初 LP です。あとさん、ありがとうございます。はい、あれラウンド1のこの画面なんだっけ、こう画面で継続期待度とかがあるんですよ。はい、2班って言われてるけど、そうなの。あ、そう、2って書いてるもんね。ってことは真ん中ぐらいかな。大丈夫かな、ここで大交換って。で、はい、緑丼のバンディみたいな継続抽選をしてて、はいはい、成立役ごとに継続抽選してるっていう、はい、で例えばだけど、あ、合流してくるといいんだ。へえ、合流するといい。ほうほうほう。例えばですよ、この台が今これが一番下のモードだったらこのリプレイって 1.17% しか継続抽選しないんだけど、 95% 継続のモードだと 4.3% ぐらいあるんですよ、みたいな感じでございます。え、結構面白いじゃん。そうそうそう、マイゲームドキドキできるよね。そう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 、私結構好きかも。懲りないなって。お菓子みんな寝すぎよ。そういう抽選してんのかって。だって継続率を、抽選をさ、毎ゲーム受けれるってよくない？そう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 。ねえ、すぐ決まるわけじゃなくて。終わった終わった。あのティッシュ、またタイの説明してるよ。マリアさん。何？スタパネ消えた。あ！何これ？レア役や。おっぱいでっか。チャンス。おっと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 。おい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 。スタパ。今のって特化ゾーンなんですか、もし。いや、テラフォーマーチャンス。あ、テラフォーマーチャンス。マリアにはない。とか、うん、ART の上乗せ。はい。これそうだよね、マージラッシュってあるじゃん。あ、はい。今ので多分上乗せしたとかっていうのが分かるんですよ。はあ、ストックもあるの？ストックもある。ほうほう。いいんだよ、大きさじゃないから。あの2位はどんな豚の遺伝子入ってんのって、ね、どんな動物のだったら分かるんですけど、もう豚って決め打ちしてきてるんですよね。スタパネ消えたやつは。一応継続抽選はしてるけど、はい、ボーナスとかストックはなかったなっていう。どんぐりの遺伝子、ベーコンの。このエンス、ストックエンスの順出てる。はい、教えてくれた方ありがとうございます。これ金貨ハムって読むのかな。金貨ハム、箱積みじゃないわ。箱積み、あ、ボナ演出、ストック演出の順で出るのかしら、うん、はいはいはい、なるほど。能力は放送外でしか実力出せない能力かなったんだけど、首確定じゃないか。使えないですよね、普通に。ね、はい、でね、ちなみに質問なんですけど、はい、ART 中のボーナスって何を抽選してるんですか。ストックだったりとか、はい、あと特化ゾーンとかいっぱいあるんですよ、はい、なるほど、はい、じゃあボナもやっぱりガンガン引いてってみたいな感じなんですね。はい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 、めっちゃ大事。兄さん、私さ、お花摘みに行ってもいいですか。あ、どうぞどうぞ、わかりました。なんか飲みます？大丈夫、まだあるから。まだある？大丈夫。
じゃあ私ので繋いでおきますんで。あ、いいね、ビール、ビールはいいね、飲みたいね。あ、いや、これは強いと、なかなかいいと思いますよ。今日のアドニーはなんかイケてる。ここでスイカ、ちょっと見ていきたい。あら、なんで今ティッシュ飛んだよ。いや、ティッシュいや、まだわからない。あ、ない。終わっちゃった。終わっちゃったね。なんでありだからって。なんで。あぶねえ。なんだよマジで、ビビらせやがってこの野郎。いい加減にしろ本当。復活は終わりなんですね。ふあ、よかったよかった。よかった。何飲もうかな。ティッシュのおかげですね。そうだよね。だってスイカに2回とチェリー1回引いてるから。こんちゃん勝ってますか。いや、ようやく本日初の ART 入ったところで、総投手は19プッシュしてます。詰めとけ。あんまりやるとほら汚いからさ。いや、結局、まあ、ある程度レイアップ引いた時のセット継続っては期待できるけど、こうリプレイとベルだけで継続迎えちゃった時の不安さですよね。治ったっぽいです。ストップ変えようと。いやー、やばい、左がやばいっすね今日。風なのかな。体は一切だるくないんですけどね。サラッサラの鼻水が粉欲しい。そうなんですよ。やばいやばい、これまずいよ。何も引けてないもんだって。兄に風邪うつされた。若干食べて。ちょっとなんです。そこでバリサがまたすぐそういうかぶせをしてくる。あー、何もない。これはやばそうだな。一応今チャンスアップっぽいのあった。よし、オッケー。これベルトリプレイだけで継続したな。そんなに悪くなさそうだぞラッグね。えあとは霊役やな。対決マナーにはドキドキ。いや、ほんとそうですよ。さっきも言った通り、これでもかってぐらい分かりやすい継続することが多いんで。チャンス、チェリー、
僕の説明聞いてて眠くなるのは風邪ではなくて一般的な症状だと思いますよ。そう今下パネ消えてたんだけど何でもダメだったな。ただあのチェリーは意味はあるんですよ。50% 計測のモードでもチェリーは 20% 5分の1でセット計測するんでね。僕の説明聞いて眠くならないのは重症、それかもう体勢ができてるかですね。継続ストックボナ同時抽選、多分ボナそうだねだと思う。ただ継続とストックはどうなんだろう、ちょっとそれは分からないですね。最近僕に会いに行けてない、土日で東京で放送してたら、あータイミングっすね本当ね。僕のウエストは100センチは超えてる、だからちゃんと測ってはいるけど健康診断の紙が手元にないんでちょっとわからないですね。俺は兄のせいでいろんな人に寝ろと言われ続けてます。寝ろブラックドラゴン。マリアさんはちょっと今席外してすぐ戻ってくるんでね。おこんにちは。あ、兄さん？やばい。どうした？いやもうなんかもうボットボット落ちてくる。鼻水が。風邪ひいたんじゃないですか？うん、大丈夫？うん。ほら。鼻水パソコンに。マリさん、マリさんのパソコンにアドニーが鼻水。つくんじゃねえよ。鼻水落としました。いちいちつくんじゃねえよ。だから写真撮っほらおお、いいね。ひどい当時で汚染されました。マリさんの PC が怪我された。じゃあ私米拾って係になるんで大丈夫ですよ。鼻水工学買収だなってアドニーのプレミア演出来た。アドニー来ちゃない。ちょっとボックスが欲しいね、ティッシュ。あ、じゃあこれ渡しとくよ。いい、うん、あげるよ。っていうか一回出しちゃって汚いんですけど、綺麗なので、なんで、はい、モード良さげ期待って。あ、ART のレベルが、あのね、リップとベルだけでも続いたから、はい、もしかしたらって感じがする。やったー、いいね。やっぱりアドちゃんもやってくれるな。ホールの冷房強いもんな。風かもしれないですね。風防にもついた。やばい。マスクします。いや咳出ないよ。あ、咳出ないか。どうも初見です。初見じゃないですけど。だいぶ前知ってるよね。鼻炎じゃないの。でもこの時期に花粉ってなくない。いや冷房冷房冷房か。冷房シンクロの花線買ってくる。何シンクロの花線って。あ、でも買ってきてもらおうよ。え、花線とかあったら絶対使いたいんですけど、うん、ちょっとお願いしてもいいですか。ハサミタイプ。それセッ
スイミングだって。おいそんなのどこで手に入れるんだよ。すげえ適当じゃねえかバリさん。誰かリスナーさん、リスナーさん、はよリスナーはよ、クリップでいいよ。水の父が鼻にティッシュを詰めながら頑張ってます。あれやると鼻が高くなるみたいだよ。ああ、じゃあ私もやりたいな。うん、どうしたタチミさん、待って、逆立ちして打つもうダラダラですよそんなの。私さ、このすいません、いつもこんな感じで今日入会した方びっくりしてるんじゃないでしょうか。申し訳ございません。間に合ったかな、間に合っててくれ兄さん。お、頑張って。私お金購入します。マリアにはクリムゾーンをおすすめしたい。クリムゾーンって何？クリムゾーンって何？クリムゾーンって何だろう。ジョジョのやつかな。わあ、チャンスアップないだよね。バリさん、チャンスアップなかった、ごめん。あ、同人サッカー、はいはいはい。